システム C に基盤システム C。システム C にとは、セガが開発したアーケードゲーム基盤である。本機は、家庭用ゲーム機メガドライブのアーキテクチャをベースに、一部機能の拡張と簡略化を図った小型機用タイトル向けのシステム基盤である。同時代の業務用、システム基盤としては、ローコストであり、それまでのセガ製、システム基盤とは違い配線もジャンマ配列を、 採用すると、小店舗でも安価で導入しやすかったのが特徴。家庭用のメガドライブと比較した場合、CPU 動作クロックの高速化、VDP のカラーパレットの拡張、サンプリング音声発生用にアド PCM の追加等の機能強化が行われている。また、この基板は2枚接続しての通信対戦機能、同社筐体、メガロ50のムービングシートの制御などができると、 アイ、大回りも、業務用途を考慮して機能が拡張されていた。主に家庭用のメガドライブへの移植を前提として、業務用先行で開発リリースされたゲームや、メガドライブに参入していた、サードパーティー製の業務用タイトルなどが多く、供給された。また、ビデオゲームの他にも、プリントクラブや、キッズマシン等でも多く使用されていた。ヒットタイトルには、コラムス、ぷよぷよ、 ぷよぷよ2、タント R 等がある。パズル系のゲームにヒット作が多く、プリントクラブは社会現象レベルで大ヒットすると、ローコストのシステム基盤としては大成功した部類に入る。部品調達難に伴い、2017年3月31日をもって修理サポートが終了した。システム C と C2 の際は、サンプリング音声発生用にアド p c m の追加の 有ムで、その他は共通特記事項なしのものはシステム C にありがとうございます。